ヘブル語の歌詞があります。このコーラスのところですけれども、ここにも出るでしょうか。バルハバ、バルハバ、ルアハエロヒム、バルハバ、バルハバ、ルアハエロヒム。ルアハというのは息という意味がありますけれども、風とか霊という意味ですね。エロヒムというのは神様のことですね。神の霊。バルハバ、バルハバ、これはウェルカム、ウェルカムという意味でしょうか。英語だとその方になってますけれども、この言葉も入れて、歌ってみたいかなと思います。ではもう一度初めからいきましょう。聖霊よ今満たしてください。あなたの臨在哀れみと恵み、あなたをお迎えします。御霊よ、御霊よ、聞いてください。御霊よ、御霊よ、
皆さんおはようございます。Buenos días, hermanos. 皆さんお元気でしょうか。Todos están bien. このインターネット礼拝を見ておられるすべての方々にイエス・キリストの皆によってご挨拶いたします。A todas las personas que nos asisten por internet, les damos la bienvenida. 大槌ジョイフルハウスの皆さんおはようございます。Los hermanos de大槌ジョイフルハウス、Buenos días. また、カスカベグレースチャーチの皆さんおはようございます。Los hermanos de Cascabe Grace Church, Buenos días. そして、伊勢原ガーデンチャペルの皆さんおはようございます。Y los hermanos de 伊勢原ガーデンチャペル、おはようございます。Buenos días. そして、湘南セントラルチャーチの皆さんおはようございます。Y los hermanos de Iglesia Shonan Central Church, Buenos días. そして、このインターネット礼拝に参加しておられる世界中の皆さんおはようございます。Y a todos que acompañan mundialmente, Buenos días. それぞれ場所は違いますけれども、Los lugares son diferentes. このようにして心を一つにして共に主を礼拝できる恵みを感謝いたします。Pero agradecemos por esa bendición de Dios porque podemos unir por internet y cultuar a Dios. 私たちの主はイエス・キリストです。 Nuestro Señor es el Señor Jesucristo. 私たちの主はイエス・キリストです。 Nuestro Señor es Señor Jesucristo. イエス様の名を今高く掲げます。Queremos elevar su nombre muy alto. そしてイエス様に栄光を返ししたいと思います。Queremos dar toda la gloria. 主に拍手を捧げましょう。Vamos ofrecer un aplauso para el Señor. Amén. イエス様、王の王、主の主です。El Señor Jesús es el Señor de señores, Rey de los reyes. 栄光を受けるべきお方です。Él es digno de recibir toda la gloria. 心から主の名を褒めたたえます。Alabamos el nombre del Señor. 感謝します。このインターネット礼拝になりまして、今日で9週間目となります。A partir del día que comenzamos el culto por internet, ya está en 9 semanas. はい、だいぶこのインターネット礼拝にも慣れてきたのかもしれませんが。Y ya pienso que ya estamos acostumbrados por este culto por internet. この新型コロナウイルスの感染も少しずつですね、減ってきているようです。Y sabemos que la infección del coronavirus está disminuyendo.おそらく明日にはですね、この緊急事態宣言も全面的に解除されるのではないかと言われています。Y parece que a partir de mañana van a liberar el estado de emergencia por todo el país. そうなりましたら、来週からですね、平常通りの礼拝に戻っていきたいと思います。Y si es así, a partir de la próxima semana vamos a tener el culto normal. はい。久しぶりにですね、主にある兄弟姉妹たちと共に集まって主を礼拝できる恵みを感謝します。Después de mucho tiempo, damos gracias a Dios porque podemos reunir con los hermanos en la iglesia. もちろん、感染症対策もですね、十分に取っていかなければなりません。Claro que debemos hacer la prevención para no ser infectados. はい。またそのことについては後で皆さんにアナウンスしたいと思います。 Y después, a respecto de eso, quiero compartirlo con ustedes. 今日も一緒にこのコロナウイルスの感染のために一緒にお祈りしたいと思います。 Queremos orar también por este momento que estamos en estado de emergencia. この感染が早く収束することができるように。 Que la infección que no se expanda más. また今病の中にあって苦しんでいる方々が速やかに癒され回復し亡くなる方がいないように。Y las personas que están infectadas que se sane y no haya más fallecimiento de personas. また日夜一生懸命治療行為に当たっている医療関係者の方々のために祈りましょう。Y oremos también por todos los la medicina por los médicos que están trabajando duro en esto. 一人一人が守られてまた力が与えられるように。Y cada uno sea protegido y reciba fuerzas. また早く有効なワクチンやまたお薬が開発されるように。Y que rápidamente puedan hacervacunas y medicinas para esa infección. また私たちの上に立てられている政治的なリーダーたちのために。Oremos también por los líderes políticos. 彼らに聖霊の油を注ぎ、知恵が与えられ、適切な対処ができるように。Que reciba la unción del Espíritu Santo y sabiduría para poder aplicar. またこのような時、人々の心が癒し主であるイエス様に向けられますように。Y que en este momento las personas puedan poner su corazón a Jesucristo, que Él es sanador. 一人一人のクリスチャンが平安を持って、喜びを持って人々に証しできるように。Y que cada cristiano con mucha alegría pueda testificar a las otras personas. はい。皆さん一緒に心捨てお祈りしましょう。Unimos nuestros corazones para orar. アメン。愛する天のお父様、このようにして心を共に合わせお祈りすることができることを感謝いたします。主よ、どうぞこのコロナウイルス、新型コロナウイルスの感染がこれ以上広まっていくことがないように、どうぞ収束へと向かわせてください。この日本だけではなくて、神様、アジア、ヨーロッパ、アメリ
北アメリカ、南アメリカ、またアフリカ、それぞれの国に今感染が広がっているところがありますが、どうぞこの感染を収束へと向かわせてくださいますよう、主よ介入してください。そして今実際に感染している苦しんでいる方々をあなたが癒してくださり、速やかに回復してさせてくださいますように、またこれ以上亡くなる方が増えることがないように、悲しむ方が起こされないように、主よどうか守りを与えてください。今実際に日夜神様、感染の危険の中一生懸命治療に当たっている医療従事者の方々、あなたが一人一人を守ってくださり、また力を与え支えてくださるようにお願いいたします。また適切な神様治療薬、またワクチンも開発されますように、その研究者の方々にも力と知恵を与えてください。私たちの上に立てられている政治的なリーダーたちを感謝します。上に立てられている権威者のために祈れと聖書は言っています。どうぞあなたの油葬儀を与え、知恵が与えられて、この問題に適切に対処することができるようにお導きください。主を感謝いたします。このような不安や恐れの中にあって、人々が神様あなたに目を向けることができるように、癒し主なるイエス様あなたを求めることができるよう、主よ聖霊様導いてください。また私たちクリスチャンがこのや不安な恐れの中にあっても、平安を持ち喜びを持ち、人々に主を明かしすることができるように、聖霊の力を与えてください。感謝いたします。これから神様、この緊急事態宣言も解除されていくでしょうけれども、その後のことも主を適切に対処できるように知恵と導きを与えてください。感謝いたします。主の癒し、主の守りが一人一人にありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン、アーメン。感謝します。アーメン。私たちが地上で心を合わせて祈るならば、Nosotros cuando unimos nuestro corazón en la tierra, 主は天においてそれを聞いてくださり答えてくださいます。 El Señor que está en el cielo escucha y va a respondernos. 一人の祈りも力強いですけれども、 La oración de uno es poderosa. 一の祈りも素晴らしい力があります。 Pero la oración unida tiene más poder. 私たちはこれからも心を合わせてお祈りしていきたいと思います。 Unamos nuestro corazón para continuar orando. アーメン。感謝します。それではですね、これから御言葉の時に入っていきたいと思います。A partir de ese momento vamos a entrar en el momento de palabra. このイースターの後からずっとイエス様が復活された後のことを毎週毎週取り扱って学んできました。Después de la resurrección de Cristo en la Pascua, estamos aprendiendo los fatos y acontecimientos de lo que ha pasado con Jesucristo. はい。イエス様は蘇られた後40日間、この地上は今で弟子たちに姿を現されました。Jesús, después de haber resucitado, caminó en esta tierra durante un periodo de 40 días y apareció a los discípulos. この使徒の一章三節によると、En Hechos capítulo 1, versículo 3節ですね。イエス様はこの40日間、弟子たちに神の国のことを語ったと書いてあります。Dice que Jesús habló al respecto del reino de Dios. 神の国というのは聖書の大切なテーマの一つです。El reino de Dios es uno de los temas importantes de la Biblia. ですからイエス様は弟子たちに40日間の特別、セミナーを行ったのではないでしょうか。Entonces significa que Jesús de una manera especial ha dado un seminario a los discípulos durante 40 días. そしてイエス様は天に帰られる前に弟子たちに2つの大切な命令を語られました。Y Jesús antes de ser ascendido a los cielos dio dos mensajes importantes. 一つは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという命令です。El primer mensaje fue ir por todo el mundo pregar el evangelio a todas las naciones. 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。Ir y pregar el evangelio a toda la criatura.これは大宣教命令と呼ばれるものです。Eso podemos decir que es la gran comisión. 先週はそのテーマでお話しさせていただきました。Y la semana pasada yo hablé de ese tema. でもちょうど今私たちはステイホームと言われている時ですね。Y estamos en un momento de estar en casa. はい、出ていくのではなくて家にいなければならないとみんなに言われています。Y dice que no debemos salir, pero permanecer en la casa. でもこの規制がこの緊急事態宣言が解除されたならば、私たちは出て行って福音を伝えていかなければなりません。Pero si cancela el estado de emergencia, nosotros podemos salir. はい。そしてイエス様がもう一つ命令されたことがあります。Y Jesús dio otro mandamiento.
それはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいということです。Não se ausentar de Jerusalém, pero permanezca hasta que reciba la promesa de mi padre. もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。Por mais um pouco de dias recebereis el poder del Espírito Santo. 父の約束というのは聖霊が与えられるという約束ですね。La promesa del padre es la promesa de recibir el Espíritu Santo. 聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしを受けるまで。エルサレムにとどまり待ち望みなさいと言われているのです。 permanecer e esperar em Jerusalém até que sejam bautizados e cheios do Espírito Santo。 このようにイエス様は出て行きなさいということを言ったり、あるいはとどまって待ちなさいということを言っています。 Jesus dijo assim ide e ao mesmo tempo dijo permanecer。 全く正反対のことですけれども、 e algo totalmente oposto。 でもこれは別々のことではなくて一つのことなんです。 Ele não habla de duas coisas diferentes pela única coisa。 イエス様はこう言われたんです。 Jesus dijo assim聖霊を待ち望みなさい。 Espere no Espírito Santo。 聖霊に満たされ、聖霊の力をいただきなさい。 Seja cheio do Espírito e seja bautizado do Espírito Santo。 そして地の果てにまで出て行って福音を述べ伝えなさい。Ide por todo el mundo, por toda la parte de la tierra y predicar el evangelio。その言葉が一章の使徒の働きの一章の八節に書いてありますね。Isso está registrado em Hechos capítulo 1 versículo 8。皆さんもご存知の有名な御言葉です。Assim como ustedes sabem, é um versículo muito famoso。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。Recebereis poder do Espírito Santo quando há de vir sobre vosotros。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 Y seré mis testigos en Jerusalén como la Judea, Samaria hasta los confines de la tierra。 そうです。聖霊に満たされ、聖霊の力をいただき、地の果てにまでイエス様の証人となっていくのです。 Sea lleno del Espíritu, sea bautizado en el Espíritu Santo y sea un testigo de Jesucristo hasta los confines de la tierra。 このようにイエス様は弟子たちにお話しして、その後天に上げられてきました。 Jesús de hablar de esas cosas después fue ascendido a los cielos。 その御言葉の箇所を読んでみたいと思います。 Y yo quiero leer este versículo。 使徒の働きの一章です。Hechos capítulo 1, 9節から11節までです。 versículo 9 hasta versículo 11。 使徒の働きの一章の9から11です。 Hechos capítulo 1 de versículo 9 al 11。 それでは代表して読ませていただきます。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。アマドパデセレスティアル、queremos alabar su nombre。 今日もこのようにして多くの方々と共に主を礼拝できることを感謝いたします。Hoy de esta manera estamos aquí te adorando, te cultuando。これからあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。 A partir deste momento queremos inclinar nossos ouvidos em sua palavra。 主よ、お語りください。 Senhor, hable com nosotros。 私たちは心を開き聞いてまいります。 Abrimos nosso coração e vamos te escuchar。 真理の御霊である聖霊様、来てください。 Espírito Santo, Espírito de la verdade, venga com nosotros。 私たちをすべての真理へと導いてください。 Guia-nos, Senhor, a toda la verdade。私たちにすべての御言葉について、御言葉についてすべて教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。オラモスエンイノンブレデヘスクリスト。アーメン。アーメン。感謝します。このようにイエス様はですね、弟子たちにお話をしている間に雲に包まれて天に上げられ見えなくなりました。Desta maneira, depois de Jesus hablar com seus discípulos, foi ascendido aos cielos, pero elevado como na nuvem。本当に不思議な光景だと思います。Vemos que é uma visão muito misteriosa。なぜイエス様は天に帰っていってしまったのでしょうか。Por que será que Jesus Cristo foi levado aos céus? そのままこの地上にずっととどまっていてくださったらよかったのに。Seria bueno se Jesus permanecer com nosotros nesta terra para sempre。イエス様は永遠なる方ですから、
イエス様がずっとこの地上に残っていてくださったら、私たちもこの目でイエス様にお会いすることができたかもしれません。Jesús como un ser eterno se quedara con nosotros en la tierra, nosotros podríamos encontrar con él. なぜイエス様は行ってしまったんでしょうか。Porque será que Jesús volvió? 2000年間ずっとこの地上に留まっていてくださったらよかったのに。Sería bueno si permaneciera aquí a 2000 años. そしたらもっと多くの人がイエス様を見て信じたかもしれません。Tal vez muchas personas al mirar a Jesús podrían creer en él.そしてもっと多くの奇跡が行われ、インターネットで世界中に配信されたかもしれません。Y tal vez iba a hacer muchos milagros y sus milagros registrados por vía internet. なぜイエス様行ってしまわれたんでしょうか。Porque será que Jesús regresó? イエス様が天に上げられたことには3つの理由があります。Hay tres razones porque Jesús volvió a los cielos. 今日はそのことについて一緒に聖書を学んでいきたいと思います。Y sobre esos tres puntos queremos aprender juntos. イエス様が天に上げられた第一の理由は、La primera razón porque Jesús fue, llevado al cielo, 私たちのために聖霊を使わすためでした。Fue para enviar el Espíritu Santo por nosotros.私たちのために聖霊を使わすためでした。Fue para enviar el Espíritu Santo por nosotros. イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちにこういうことをおっしゃられました。Jesucristo en la última cena habló a sus discípulos así. ヨハネの福音書の16章の7節です。En el libro de San Juan capítulo 16 versículo 7. しかし私は真実を言います。Todavía les digo la verdad.私が去っていくことはあなた方にとっては益なのです。Convém que yo vaya. それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。Porque si no fuera así, el consolador no virá a vosotros. もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。Pero si yo fuera, yo enviaré el Espíritu Santo. イエス様が天に帰られたならば、助け主を送ってくださると言うんです。Jesús dice: Si él volviera al cielo, él enviará el consolador. もし行かなければ、助け主は来られないと言うんです。Si Jesús no fuera, el Espíritu Santo no verá. この助け主とは誰でしょうか。¿Y quién es este consolador? 真理の御霊である聖霊様です。El Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. イエス様はヨハネの14章の中でも、もう一人の助け主をあなた方に使わしますと言われました。Jesús también dijo en Juan capítulo 14: Enviaré otro consolador. 14章の16と17になりますけれども。Versículos 16 y 17. 真理の御霊。Espíritu de la verdad. それは聖霊様のことです。Habla del Espíritu Santo. イエス様が天に帰られたのは私たちに真理の御霊である聖霊様を送るためだったのです。La razón que Jesús regresó al cielo fue para que él pudiera enviar el Espíritu Santo. このヨハネの14章16節の中にはもう一人の助け主と書いてあります。Capítulo 14, versículo 16 de San Juan dice otro consolador. はい、otro consolador ですね。もう一人のと言われています。もう一人の。Más uno, otro consolador.もう一人のというとまた別のというイメージを持つかもしれません。Cuando decimos otro consolador, más un consolador, pensamos que es otra persona distinta. イエス様とはまた別の助け主。Un ayudador que no es Jesucristo. でも元々のギリシャ語の言語ではそのような意味ではなくて。Pero en griego, en su traducción real, no es ese sentido. もう一人の同じ助け主ということです。Sería otro, pero más uno. このもう一人のというのは別のものという意味ではなくて同じものという意味です。Ese significado de más uno, el otro, no significa que son cosas diferentes, pero igual. そうです。ですから、イエス、助け主である聖霊様が使わされるということは、それはイエス様が使わされるということと同じことになります。Cuando Jesús dijo que enviaría otro consolador, enviaría más un consolador, significa que él enviaría lo mismo.もう一人の助け主である聖霊様が私たちと共におられるということはイエス様が私たちと共におられるということと同じことなんです。Cuando él dijo que iba a enviar otro consolador o más un consolador, significa que sería el propio Jesucristo con nosotros. 例えばマルコの福音書の16章の19節から20節にはこう書いてあります。En Marcos capítulo 16 de versículo 19 y 20はい、マルコの16章の19から20です。
Versículo 19 y 20. 主イエスは彼らにこう話されてた後、天に上げられて神の右の座に着かれた。Disse assim: Ora, se o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e se assentou à direita de Deus. ここにはイエス様が天に上げられて神の右の座に着かれたと書いてあります。Disse que o Senhor foi recebido nos céus e se assentou à destra de Deus. で、その後にそこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと書いてあります。E eles tendo partido pregaram o evangelho.E colaborando com eles, o Senhor confirmando a palavra com sinais, eles o seguiam. ここには主は彼らと共に働きと書いてありますね。Disse, ia cooperando com eles. 天に上げられて神の右の座に着かれたと書いてあるし、主は彼らと共に至るところで働かれたとも書いてあるわけです。Está escrito que ele foi recebido nos céus e está sentado à destra de Deus, pelo mesmo tempo, versículo 20 disse que.E ele ia colaborando, cooperando com eles. イエス様どっちにいるんですかって。E onde está Jesus Cristo entonces? 天におられるんですか。Está em los cielos? 地上におられるんですか。Ou está na tierra? ここで混乱する人がいるかもしれません、ね。Aqui as pessoas se confundem. イエス様一体どちらにおられるんだろう。E a Jesus, onde estás entonces? 答えは両方です。A resposta é em los dois lugares. イエス様は天の父なる神様の右の座におられます。Jesus está à destra de Deus. でももう一人の助け主である聖霊様はこの地上におられます。Pero mais consolador que el Espíritu Santo está en esta tierra。三位一体なる神様ですから、聖霊様はイエス様と同じようなお方です。Como un Dios trino, el Espíritu Santo es lo mismo, es la misma persona que Jesucristo。聖霊様が私たちと共におられるということは、イエス様が私たちと共におられるということと同じ意味になるのです。Si el Espíritu Santo está con nosotros, el mismo significado que Jesucristo está con nosotros。先ほど私はイエス様がこのままずっとこの地上に残っていてくださればいいのにと言いましたけれども、Eu estava dizendo antes que era bueno se Jesus permanecera com nosotros nesta terra para sempre. イエス様がもし肉体を持ったままこの地上におられるとするならば、Se Jesus estivera nesta terra em carne, イエス様はこの地上の一箇所にしかいることができません。Então, Jesus Cristo estaria somente neste mundo em lugar único. もしこの湘南台にいたら、伊勢原にはいなくなるわけです。Se Jesus Cristo estiver aqui em Shonandai, já não estaria mais em Isehara. イエス様が伊勢原に行かれたら、カスカベはイエス様お留守になるわけです。Se Jesus fuera para Isehara, estaria ausente em Cascabé. まあ、私も毎週ですね、日曜日には湘南台、伊勢原、月曜日にはカスカベとかですね、行ったりして忙しいですけれども。E toda a semana estava em Shonandai, em Isehara e lunes para Cascabé.イエス様お忙しになってしまいます。Então vemos que Jesus estaria muito ocupado. もう世界中に飛行機に乗って飛び回らなければなりません。E teria que voar de avião por todo o mundo. 肉体を持ったままだとその場所にイエス様は限定されてしまうんです。Se Jesus estivera fisicamente nesta terra, seria lugar limitado nomás.しかし聖霊様は違います。Pero el Espíritu Santo es diferente. 聖霊様は霊なる方ですから。El Espíritu Santo es espíritu. 場所、空間には限定されません。Él no está limitado en espacio. この湘南台にもおられます。Está aquí en Shonandai. 伊勢原にもおられます。Está en Isehara. 春日部にもおられます。Y está también en Cascabe. もちろんここから遠く離れた大槌町にもおられます。Y está en lugar muy lejanos también que en Ocho.ブラジルにもいます。Está em Brasil. ペルーにもいます。Também está em Peru. アルゼンチンにもいますよ。Também está em Argentina. 聖霊様だから世界中どこにでもいつでも共にいることができるんです。El Espíritu Santo pode estar em toda parte del mundo em qualquer momento, em qualquer hora. だから聖霊様が私たちに与えられたということは素晴らしい恵みです。Por isso, receber o Espírito Santo é um grande privilégio. だからイエス様言われました。Por isso, Jesus Cristo dijo: 私が行くことはあなた方にとって益なのです。Por isso, convém que eu vá. もし行けばあなた方にもう一人の助け主、聖霊が送られるからです。Porque se eu for, enviarei outro consolador. ハレルヤ、感謝します。Amém. Damos graças. 今私たちに聖霊なる主が神様与えられていることを感謝いたします。Damos graças porque podemos receber o Espírito Santo da parte do Senhor. イエス様が天に上げられた第2番目の理由があります。La segunda razón porque Jesucristo fue ascendido a los cielos. それは
私たちのために取りなすためです。Para poder interceder por nosotros。イエス様は私たちを取りなすために天の父なる神様の右の座に着かれました。Jesús está sentado a la diestra de Dios para poder interceder por nosotros。まあ先ほどもマルコの16章の19節見ましたけれども。En Marcos capítulo 16 versículo 19。今イエス様は天の父なる神様の右の座についておられます。Él fue recibido en los cielos y está asentado a la diestra de Dios。そこで日夜私たちのために取りなしておられるんですね。Y está todo el momento intercediendo por nosotros。はい。もう一箇所ですね、聖書見てみたいと思います。Vamos a leer otro versículo。ローマ人の手紙の8章です。Romanos capítulo 8。33と34ですね、読んでみたいと思います。Versículo 33 y 34。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？¿Quién intentará acusación a los escogidos de Dios? 神が義と認めてくださるのです。Es Dios quien los justifica. 34節。罪に定めようとするのは誰ですか？ Versículo 34. ¿Quién los condenará? 死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。Pues es Cristo quien murió y antes resucitó de entre los muertos, a cual está derecha, a diestra de Dios y también intercede por nosotros.、はい、ここにですね、イエス様が神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるとあるんです。Aquí está escrito que Dios, Jesús está a diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. アメン。なぜならば、私たちには取りなしが必要なんですよ。Porque nosotros necesitamos de intercesión。私たちを訴えるものがいるからです。Porque hay un acusador。それは誰ですか？ ¿Y quién es el acusador? サタン、悪魔です。Es el diablo, Satanás。私たちはイエス様を信じて罪を許されました。Nosotros creemos en Jesús y nuestros pecados fueron perdonados. 清められ、義とされたんです。Fuimos purificados y justificados. 心から主の恵みに感謝します。Y agradecemos la gracia de Dios. 罪を許され、義とされ、私たちは神の子とされました。Perdonados de nuestros pecados y siendo justificados, pasamos a ser hijos de Dios. しかし私たちは完璧な人間になったわけではありません。Pero no significa que pasamos a ser perfectos. 肉の弱さがあります。Tenemos debilidades carnales. 愚かさがあります。Tenemos locuras. そのため、失敗してしまったり、罪を犯してしまう時もあるのです。Y a veces fallamos y pasamos a cometer un pecado. するとですね、訴える者たちが私たちを訴えるんです。Y hay un acusador que nos acusa. 黙示録の12章の10節にはこう書いてあります。Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. その後半部分を読みますけれども、La parte final.私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の前で訴えている者が投げ落とされたからである。Porque ya el acusador de nuestros hermanos es derrimbado, a cual está delante de nuestro Dios y a quien acusaba de día y de noche.はい、もう悪魔サタンはすでにイエス様の十字架の死とまたよみがえりによって打ち砕かれ敗北しています。A través de la muerte y resurrección de Cristo el diablo que es el acusador ya fue destruido。 そう、イエス様はサタンに勝利されたのです。 Jesucristo venció el diablo。 しかしサタンは今でもしぶとくですね、働いてるんですね。 Pero él trabaja de una manera subliminal。 私たちを神様の前で昼も夜も訴えているというんです。Dice que de día y de noche están nos acusando delante de Dios. 私たちが何か失敗したり罪を犯してしまうと、cuando equivocamos o cometemos un pecado, 悪魔サタンがやってきて私たちを訴えます。El diablo viene para nos acusar. 神様、この人は罪を犯しました。Y delante de Dios dice, esa persona cometió un pecado. クリスチャンなのにこんな悪いことをしました。Es un cristiano y así cometió algo malo. もう救われる資格はないですよね。Ya no tiene derecho.もう天国行けないですよね。Ya no puede ir al paraíso。もうこの人ダメですよね。Y esa persona ya no sirve más。悪魔サタンはそうやって私たちを日夜訴えるんです。El diablo dice que nos acusa día y noche。でも私たちのために弁護してくださる方がいらっしゃるんです。Pero tiene alguien que nos defiende。私たちのために取りなしていてくださる方がいらっしゃる。Hay alguien que intercede por nosotros。それはイエス様です。Y ese ser es Jesucristo。イエス様は十字架の上でも人々のために取りなして祈られました。En la cruz Jesús también oró por las personas。父を彼らを許してください。Dice Padre, perdónalos。彼らは何をしているのかわからないでいるのです。Porque ellos no saben lo que hacen。イエス様は十字架にかかられているとき、Jesús cuando estaba crucificado、
自分を十字架につけ、自分を罵る者たちのために取りなして祈りました。Ele foi hasta la cruz y crucificado, él intercedió por las personas. 父よ、彼らを許してください。Dice, Padre, perdónalos. イエス様も今もなお私たちのためにそのように取りなしておられるのです。Jesús hasta este exacto momento está intercediendo por nosotros. 父よ、彼らを許してください。Dice, Padre, perdónalos. 私が彼らのために身代わりとなって十字架にかかりました。Porque yo fui crucificado por ellos. 私が彼らのために身代わりに罰を受けました。Por ellos yo fui castigado. 私が彼らのために血を流し死にました。Por ellos derramé mi sangre y fui muerto. 私が彼らを私の血を持って贖いました。Por ellos, a través de mi sangre, ellos recibieron redención. 彼らを許してください。Perdónalos, Padre. イエス様、そのように日夜私たちのために取りなし祈ってくださるのです。Y sabemos que día y noche Jesús está intercediendo por nosotros. ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、damos gracias.ヘブル人の手紙の7章の24と25も見てみたいと思います。ヘブル人の手紙の7章の24と25。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。Mas esse porque permanece eternamente e tem sacerdócio perpétuo。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全にお救い、なる完全に救うことがおできになります。Y por tanto puede también salvar perfectamente a los que se llegan a Dios。 キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。 Viviendo siempre para interceder por ellos。 そうです、キリストは私たちのために日夜取りなししてくださる。Cristo está intercediendo diariamente por nosotros. 先ほどのローマの8章の33、34ですね。Em Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. 神に選ばれた人たちを訴えるのは誰ですか？ Quem pode condenar los que foram elegidos por Cristo? 神が義と認めてくださるのです。Dios quien los justifica.罪に定めようとするのは誰ですか？ Quem pode condenar? 死んでくださった方、いや、蘇られた方であるイエス・キリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださる。Pero é Cristo quien murió y resucitó de entre los mortos, a cual está a diestra de Dios intercediendo por nosotros. 主は私たちのために取りなしていてくださるのです。O Senhor está intercediendo por nosotros. 最後の晩餐の時、Em la última cena,イエス様はペテロに言いました。イエス・キリストは言ったペテロ、シモン、シモン、見なさい、シモン、シモン、ベア、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることが許されました。que el diablo está te pidiendo para te zarandear。 しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。 pero oré e intercedí para que no percas la fe。これがイエス様の取りなしです。Esa es la intercesión de Jesucristo. イエス様は私たちが弱いものであることを知っています。Jesucristo sabe que somos débiles. 失敗するものであることを知っています。Ele sabe que nosotros somos fallos. つまずきやすいものであることを知っています。Ele sabe que nosotros somos personas fácil para tropezar. でもイエス様は私たちの信仰がなくならないように祈っていてくださるのです。Pero Jesús está orando para que no vemos a perder nuestra fe. 私たちの失敗を見ているのではありません。Ele nos está mirando nuestros errores. 立ち直った先を見ておられるのです。Ele está mirando que podemos parar y ver nuestro adelante. そして立ち直ったら他の兄弟たちを励ましなさいとペテロに言われたように私たちにも語っておられる。Y así como Jesús dijo para Pedro que pudiera levantarse y animar sus hermanos, ellos tienen Jesús tiene el mismo deseo para nosotros ahora. だからイエス様が天に行かれたことは感謝のことです。Por eso debemos dar gracias a Dios porque Jesús fue ascendido a los cielos. 私たちのために日夜取りなしにいてくださるからです。Porque Él está intercediendo día y noche por nosotros. Amén. イエス様が天に上げられた3つ目の理由があります。La tercera razón porque Jesús fue ascendido a los cielos. それは私たちのために場所を備えるためです。Ele foi para preparar lugar para nosotros. 私のために場所を備えるためにイエス様を天に上げられたのです。Jesús fue ascendido a los cielos para preparar un lugar para nosotros. 最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちにご自分が去っていかれることを話しました。En la última cena, Jesús dijo a los discípulos que él iba. 弟子たち、ペテロをはじめ弟子たちは心が揺れ動いてしまいました。Y comenzando de Pedro, el restante de los discípulos, sus corazones quedaron movidos. そんな弟子たちにイエス様は言いました。Jesús dijo a los discípulos. ヨハネの14章の1節と2節です。Juan capítulo 14, 1から2です。Versículo 1 y 2. はい、こう書いてあります。あなた方は心を騒がせてはなりません。No se turbe vuestro corazón.
神を信じ、また私を信じなさい。Credes en Dios y credes también en mí. 私の父の家には住まいがたくさんあります。La casa de mi padre hay muchas moradas. もしなかったら、si no fuera así, あなた方に言っておいたことでしょう。Yo vos lo teria dicho.あなた方のために私は場所を備えるために行くのです。Pues voy para preparar lugar. そして3節ですね。Versículo 3. 私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。Y si yo for y vos preparar lugar, viré otra vez y vos levaré para mí. 私のいるところにあなた方もおらせるためです。Donde yo estiver, que estejáis conmigo también.ここにイエス様がこの地上を去っていく目的が明らかに書いてあります。Aquí está escrito claramente el objetivo porque Jesús fue ascendido a los cielos. それは私たちのために天に場所を備えるためです。Él fue para preparar moradía, lugar para nosotros. 父の家に場所を備えると言っています。Es en la casa, lugar, en la casa de mi padre.私の父の家というのは天国のことです。A casa de mi padre habla del paraíso. それは、そうです。パラダイスのことです。Habla del paraíso. ですね。そこは本当に素晴らしい場所です。Es un lugar muy hermoso. 主が共におられます。El Señor está ahí. 私の目の涙をすっかりと拭い去ってくださる。Ele pode enxugar las lágrimas que correm de nossos ojos. 死もない。Não há morte. 悲しみもない。Não há tristeza. 叫びもない。Não há clamor. また苦しみもない。Não há angústia. 本当に慰めの場所です。Um lugar de consuelo. イエス様は今、私たちのために天国に私たちの場所を用意しておられるのです。Jesus en los cielos, en el paraíso, está preparando un lugar para nosotros. そしてその用意ができたら私たちを迎えてくださる。Y cuando Él prepara este lugar, Él va a venir nos recoger. 私たちクリスチャンは死んだら肉体は滅びても魂は霊は天国にイエス様のもとに行くのです。Nosotros cristianos, aunque muramos en esta tierra, el cuerpo se parece, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a vivir con Dios. イエス様が備えてくださったその天国の住まいにイエス様は私たちを招き入れてくださるのです。La casa que Jesús está preparando en los cielos ahora, Él va a nos recibir. 死んで全てが終わるのではありません。La muerte no es fin de todo. 死んで何もなくなるのではありません。El fin, la muerte no significa que todo va a sumir y desaparecer. 死んだ後どうなるのかわからないのではありません。No significa que no sabemos para dónde vayamos. 聖書ははっきりと答えを示しています。La Biblia nos muestra claramente la respuesta. 私たちは天国に行くのです。Vamos para el paraíso.イエス様、天の父なる神様のもとに、その家に行くのです。Vamos a la casa de Dios, el lugar donde Dios está. これは私たちにとって希望です。Esa es nuestra esperanza. しかし、この天に住まいを設けるというのは、設け、イエス様が用意ができたら迎えに来るというのは、実はイエス様の再臨のことを意味しています。Jesús cuando dijo que iba a preparar el lugar y venirnos recoger, Jesús está diciendo que es de su segunda venida. はい、場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えますとイエス様おっしゃいました。Y si prepararé el lugar y vendré para recoger ustedes.そうですね、先ほど最初に読んだ使徒の働きの一章の十一節にも書いてありました。Hechos capítulo 1 versículo 11、イエス様が、天に上げられ雲に包まれ見えなくなった時に Jesús cuando fue ascendido a los cielos envuelto por una nube そこに、白い衣を着た人が二人現れました。 Apareció dos varones de blancoこの白い衣を着た人というのは御使いのことです。彼らはこう言いました。ガリレヤの人たち、varones galileos、なぜ天を見上げて立っているのですか。Porque estás con los ojos fijos a los cielos. あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。Este mismo Jesús que de entre vosotros fue recibido a la cima de los cielos ha de venir así para los cielos como viste como vistes. そうです。イエス様は天に上げられました。 Jesús fue ascendido a los cielos. このイエス様はもう一度同じようなありさまでこの地上に戻ってこられるのです。 De la misma manera que fue este Jesús va a venir nuevamente.これをキリストの再臨と呼んでいます。Ese habla de la segunda venida de Cristo. この次に起こる出来事です。
un acontecimiento que va a suceder para después. イエス様はもう一度この世界に帰ってこられる。Jesús va a regresar más una vez en este mundo. 私たちを迎えに来てくださる。Va a venirnos buscar. イエス様がこの世界に戻ってこられたら。Y si Jesús cuando venir en esta tierra, 死んだ人たちは新しい体によみがえります。Los muertos van a resucitar con un cuerpo nuevo. 生きている人たちはたちまち彼らと一緒に天に上げられ新しい体になります。そしていつまでも主と共にいるようになるんです。これが聖書の約束です。この再臨についてはまた別の機会に皆さんにお話ししたいと思います。再臨というのは大きなテーマですから。またこれからこの話になるとあと1時間はかかります。Y para hablar de ese tema vamos a durar más de una hora. ですからもう時間もありませんので、あまり詳しくは触れません。Por falta de tiempo no vamos a detallar sobre ese tema. イエス様が必ず帰ってこられます。Jesús con certeza va a volver. しかしマタイの24章36節に書いてあるように。Pero en Mateos capítulo 24, 36節です。Versículo 36. その日その時はいつであるか誰も知りません。Porém daquele dia aquela hora nadie sabe. 天の御使いたちも知りません。Nem los ángeles de los cielos.ただ父だけが知っておられます。Ni el hijo, pero únicamente el padre. イエス様の再臨が何年何月何日何時何分決まってはいません。No está decidido en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora va a venir. 父なる神様決めてるかもしれませんけれども、それがいつであるかは誰も知りません。Talvez Dios Padre sabe, pero nadie lo resto sabe. だから同じ24章の42節には、versículo 42.42節ですね。Versículo 42. だから目を覚ましていなさい。Vigiai. あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。Pues porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. そうです。目を覚まして主が帰って来られる日を待ち望んでいかなければならないです。Debemos vigilar y esperar la venida de nuestro Señor.天国に用意ができたら主は私たちを迎えに来てくださる。Dentro de los cielos, cuando estiver todo listo, Él va a venirnos recoger. その日その時はいつであるか分かりません。Ese día, este momento, nada sabe. その日はでも近いことが分かります。Pero sabemos que estás acercando esta fecha. その前兆が今この世界で見られるからです。Porque podemos mirar alrededor de todo esto en el mundo. 主は帰ってこられます。El Señor va a volver. 目を覚ましてなければなりません。Debemos estar despiertos. 忠実な信仰生活を歩んでいくのです。Viver una vida de fe fiel. イエス様から離れず、いつもイエス様と共に歩むのです。No apartando de Jesús, pero siempre caminando con él. いいですか？イエス様と共に歩むのです。Caminar con Jesucristo. 毎日聖書を読み、毎日祈りましょう。Todos los días leer la Biblia, todos los días orar. イエス様と交わりを持っていきましょう。Tener comunión con Jesucristo. 忠実な信仰生活を持っていきましょう。Una fe fiel.このようにイエス様は天に上げられました。De esta manera Jesús fue ascendido a los cielos. それは私たちに聖霊を送るため。Fue para enviarnos el Espíritu Santo. 私たちのために取りなすため。Fue también para interceder por nosotros. 私たちのために場所を備えるため。Fue también para preparar un lugar para nosotros. 主はいつの日か帰ってこられます。El Señor un día va a volver. その時まで忠実な信仰の歩みをしていきましょう。Hasta que llegue ese día, vamos a vivir una vida de fe fiel. 今、ステイホームと言われてますけれども、Están diciendo, permanezca en su casa. Stay Jesus です。Pero permanece en Jesús. イエス様との交わりを深めましょう。Vamos a profundizar la nuestra comunión con Jesucristo. 日々御言葉に親しみ、また祈りましょう。Tener intimidad con la palabra y orar. 主との関係を強いものにしていきましょう。Vamos fortalecer nuestra relación con Jesucristo. 聖霊満たされ、聖霊の力をいただき、福音を伝えていきましょう。Vamos ser lleno del Espíritu Santo y predicar el Evangelio. お祈りします。Vamos orar. 愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。Amado Padre Celestial, agradecemos por su palabra. イエス様は十字架にかかり、死なれ、よみがえられました。El Señor fue crucificado, muerto, pero resucitó. その後、天に登っていかれました。Y después fue ascendido a los cielos. それは私たちにとって益となることでした。Ese fue para convenir a nosotros. なぜならば、イエス様が天に帰られたので、私たちにはもう一人の助け主、聖霊様が送られたからです。Porque Jesús fue ascendido a los cielos, volvió ahí, pero envió otro consolador. 聖霊様がいつも共に
いてくださることによって主は世の終わりまでいつまでも共にいてくださるのです。 Através de la permanência del Espírito Santo con nosotros nesta terra, sabemos que el Señor está con nosotros siempre. また主は私たちのために日夜取りなしてくださっているのです。 Y sabemos que el Señor está intercediendo por nosotros día y noche. ですから私たちは毎日確信と平和と喜びを持って生きることができます。 Por isso podemos viver sempre con convicción, con paz.喜びです。E com gozo. また、私たちのために主は良い場所を用意しておられます。E sabemos que o Senhor está preparando um bom lugar para nosotros. 用意ができたら迎えに来てくださいます。Se estiver listo, vai venir nos recorrer. イエス様、私たちはあなたの来られるのを待っています。Senhor, esperamos tu venida. 主よ、帰ってきてください。Senhor, regresse. 私たちは待っています。Estamos te esperando. Maranata.Maranata. 主よ来てください。 Vem, Senhor Jesus. 私たちは待っています。 Estamos te esperando. また私たちは主が来られるまで福音を全世界に述べ伝えていかなくてはなりません。 Hasta que venga, Senhor, devemos predicar su evangelio. 主よ聖霊の満たしを与えてください。 Senhor, dá-nos el poder, la llenura del Espíritu Santo. 御霊よ来てください。 Espíritu Santo, venga sobre nosotros. 聖霊の力を与えてください。 Dá-nos el poder del Espíritu. 地の果てにまで福音を伝えることができますように。Que possamos predicar o evangelho até os confins da terra. イエス様のお名前によってお祈りいたします。Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 感謝します。天に昇られたイエス様、あなたは今本当に父なる神様の右の座において私たちのために取りなしておられます。この右の座に挙げられたイエス様に栄光がありますように。そして今私たちに御霊なる主が注がれていることを感謝いたします。主イエスキリストの恵み、ラグラシャデルセニョルヘスクリスト、父なる神のご愛、エラモールデディオス、聖霊の親しき交わり、イラコミニオンデルスピリトサント、この改宗一同とともに常しえまでもあらんこと、セアンコントドスボスオトロスエテルナメンテ。Amen. Amen.